科学特捜隊の早田隊員は未確認飛行物体を追跡中に赤い光の玉と激突、そのまま竜ヶ森へと墜落した。私は M78 星雲の宇宙人だ。遠い宇宙から怪獣を追って地球にやってきた。申し訳ないことをした早田隊員、その代わり私の命を君にあげよう。私は君と一心同体になる。共に地球の平和のために戦おう。あっ、ウルトラマン、目を開け。私は M78 星雲の宇宙警備隊ゾフィー。ウルトラマン、君は十分地球に尽くした。さあ、私と一緒に光の国へ帰る。龍ヶ森湖に怪獣出現の緊急連絡が入った。科学特捜隊は直ちに現場へと急行した。M78 星雲の宇宙人からその命を託された早田隊員、ベーターカプセルで宇宙人に変身した。太陽エネルギーは地球上では急激に消耗。そのエネルギーが残り少なくなるとカラータイマーが点滅を始める。